そうですよ、これは自転車直してもらったそれ言った方がいいよ今マジこれ今だから言える話ちょほんまにこれ面白いなんかね、今の家はもう、うん、あの住人しか自転車置き場入れないんですけど、うん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 、昔のマンションがまあ普通にねオープンな感じで、うん、そう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 、結構エントランスの入り口に自転車を置くとこだったんですけど、うん、あのねたまたま片方のそのなんて言えばいいの、自転車をさ片足じゃないやつあんじゃん、両方じゃなきゃ止められないやつ、わかる、こういう四角い方のスタンド型みたいな、自転車を止めるやつね、そうそうスタンド型のやつあるじゃん、で片方のバネがなんでか知らないけどなくなったの、しかも金子しおりのやつがね、一緒に住んでた金子のやつがなくなってて、で私は別に何にも気にせず普通に Google プラスに金子がバネがなくなったみたいな、直さなきゃみたいな、いつものネタだと思って投稿したの、そんなことあるんやねみたいなね、そうそうそう、片方だけなくなることなんてあるんだみたいな感じでやったら、3日後ぐらいになったらあのそれシルバーのねやつなの、パーツ、うん、黒いパーツがついてるってなんか明らかな応急処置っていうかわざわざね、明らか黒で透けてきてて、チャリ分かるんやな、いやそうなんだって、しかもさパーツしか載せてないんだけど、まあでもさ片方取れてるの探せばまあ見つかるじゃん、まあ、確かに、いやほんとゾクゾクした、もうマジで怖い、いや誰だか分かんないんだけど今も、うん、まあでもまあその後普通に乗ったけどね、うちらも、まあ確かに、まあ、ラッキーって感じやな、でもそれは800円ぐらい浮いたぜみたいな感じなんだけど、よう考えたら怖かったね、それは。そう、ありましたね。いや、まあ、ありがたいけどね、ありがたいけどね、ちょっと笑った、さすがに。あった、そういうの。いや、ないよ、別に家でこんな家なんか治ったみたいなのないけど。ないないよ、そんあ、でもカゴも、待って、カゴも直されたわ。え、カゴの話やと思ったと、なんなら違うん。だからそれは金子ので、うん、私はそうだ、カゴ直された、カゴの話を前に言った、カゴもなんか取れちゃったの、私中古車をさ、自転車で買ってて、でもすげえボロボロのやつで、もうカゴがぶっ壊れて、それもちょっと写真載せたんだって、金子の後だったから、まあ、どうなんだろう、絶対お前それもう求めてやってるわどうなんだろうなと思って載せたの、うんうん、したら同じ人かな、いや、うん、そしたらさ東京さコンサートとかで1週間ぐらい行くじゃん、で戻ってきたら治ってたそんなことないでほんまに、いやね本当に嬉しいんですよ、自転車屋さんがいるのだから、まあそうだよね、でも今はもう入れないからさ、外出しとこうかなって、やめなさい、また壊れたら壊れたよって言って、そうありましたね、そういうのはね、まあまあまあ、ぜひあのあんまりやってくれるならやってくれるでいいんですけど、まあね、うん、いろいろね、いろいろありますから、はい。